原爆が落ちた日は何歳でしたか？21歳。結婚されてた？はい。結婚して、どこにお住まいでしたか？今中区ですかね、千田町2丁目で、その日は？その日はね、私は前の日に実家へ帰っとったからね。たまたま、うん、で、その時の様子を覚えてらっしゃいますか？その落ちた日、落ちた、うん、原爆の落ちた朝起きてね、裏の座敷をね、掃除しようたんですよ。そしたらね、まあなんとピカッとね、白い光がね、うん、目を入るようなね、うん、光が差したからね、あら思ってね、あれしよったらどうしたのかね思ったらね、それからまたドーンいう音がしたでしょ、うん、それですぐ外へ出てみたんですよ。そしたら外は何事もないけどね、まあ広島の方がね、あれでやった。そしてちょっとすると今度は落下傘がね飛んできたんですよ。落下傘がね、広島の方からね、2機、うん、2機ほどね来てね、この辺をね回って、それであれですよ、一つはずっと白木のね、白木山の方行って、そして一つはここの辺来てね、まあ、どこ落ちるんかね思うたらね、大文字のねお寺があるんですよ、あそこにね庭落ちた、うん、あ、これね、それからね、それは人が乗ってるかね思うたらね、人は乗ってなかったらしいんですよね、うん、それでここに おられた在庫軍人の人がね、一人ね、あれが刀持ってねあれですよ、もう 敵兵が降りた言うてからね、走って行っちゃったのを覚えとるんですよ、うん、そしてけどね、誰も乗ってなかったね、うん、そしてけどね、未だにね、そこ落ちたいうところにね、記念なんか立っとるらしいですよ、うん、そうですか、うん、そして少ししたらあれですよね向こうの阿武山の向こうがあの辺からね、こう今度は黙々上がってね、それがキノコ雲ずっとずっと上がりよってね、それからずっと一旦こうなったらね、そしたら一息止まったんですよ。それが何日そのまんまじゃったか覚えとらんのよ。長いことね、そのまんまでね止まっとったですからね、キノコ雲が、うん、ですか、うんうん、そしたらね、何時頃じゃったかね、昼過ぎじゃったかね、昼前じゃったかな壁の方からね、一人の女の子がね走ってくるんですよ。下駄履いて 4年生か5年生ぐらいね。そしてあれがふうふう言うからね、ふうふう言うてからね、もうね辛そうなからね、うちの母がね、あれどうしたいって聞いたらね、そしたら広島に、ね、爆弾が落ちてね、まあ原爆行くとわからんですよね、まだ落ちてからあれ燃え出したからね、こっち大文字の親戚のところ行くんじゃいってね、一人が、うん、消えて、それでまあね、母が結びやってからね、それから食べさせてね、そしてから行ったんですよ。あれからどうされたか知らんけどね、うんうん、それでね、弟がね、その日はね、あれですよ夜勤でね、それが高校がね、広島商業高校行ったんですよね。それでね、4月言うたらね、はあれでしょ、卒業しとるの。卒業しとんじゃね、あの時期じゃから卒業式も何もないんですよ。ただ生きながらね、卒業いうことでね、卒業いうことになっとったんですよね。それでね、あ、どっから説明られたのか知らんけど、電気通信、搬送電気通信教授局、工事局いうのへね、出よってね、そこから停震隊でね、建物を壊しにね、行くわけですよ。そしたらね、その原爆の、朝じゃない、前の日に晩に夜勤じゃ言うてね、出て行ったんですよね。そしたらね、夜勤だから、あ、これ朝はね、原爆の落ちた頃にはね、もう帰っとるはずなんですよ。それじゃけどね、帰らんからね、あ、おかしい、おかしい、どうしたかな思うてね、思うて、そしてとうとうその晩帰るなんだんです。それであくる日に父がね、行ったんです。行ってね、あれが市役所の近くの方におるからね、あの辺行ったらね、友達がね、何やら水元君に お買い炊いたたくんとかなんとか言うてね、言うておったらしいんですよね。それでどこにおるか言うたらね、日赤におる言うて、日赤に運ばれとる言うからね、それちょうど友達がおったからね、連れてってもろてね、あれがおらなんだらね、そのままわからんですよね。
そして2席連れてってもらったらね、そこへね、入り口のところへね、門のところへね、そのまま転げとったですよ。転げとって毛布1枚もらってね、転げとったんでそうですよ、うん、それでまあ意識ははっきりしとるからね。そうじゃけどね、もう体中やけどでね、あれでしょ。それでね、どうして連れて帰ろうかね思うてね、それでもね何にも乗り物はありゃせんしね、それでね、まあ、歩いて探しに行って、それから見つけて帰るのに、あれですよ、焼け跡の方ずっと探し歩いてね、なんか連れて帰るとこがないか思ったら、白島の方にね、三輪車からね、子供乗せるね、車が上が乗って下の車輪だけはね動くのがあったんでそうですよ。だけどそれがね、あええもうてね、それを持ってね、また2席行ってね、それから乗せてね、あれ帰ったんじゃない。 そこに毛布があるのにね、毛布下へ引けばね糸ないでしょ。それじゃあね、この毛布はね、うちのじゃないけん、もろちゃいけんよ、置いといて、それでね、じきにあんたね、それやけどがね、こう伏さったらしいんよ。で、顔がね、顔が開けて、それから胸と腹だけ開けてなかった。で、背中がね、背中やら肩やら手やなんかがね、真っ黒けになって、金物見と。で、顔を見た時にもね、あれとは思えなんだよ。それでね、あれを連れて帰ってね、車でね、ずーっと連れて帰るの。そしたら、大田川橋のとこからね、この高度のね、近所の人がね、第8持ってね、迎えに来てくれちゃった。でか、そっからね、第8乗せてからね、帰ったらしい、うん。それからね、そうしたけどね、あれ見たらないよね、顔も全然違うからね、真っ黒けになってるし。それから、あれが大きくなったらね、まあね、あの顔を見てから嫌じゃろうでね、思ってね、情けなから思ったけどね。だけど、まあそれまでにはね、亡くなったから、それでね、うん、それでね、うちに寝せてもね、治療のしようがない。ただやけどへね、きゅうりをね、吸ってから、きゅうりをね、やけどの上ね、ずっとね、塗り上げてからね、あれするんで。医者へ見てもらったいう記憶ないね。それでね、母がね、あれですよ、ずっとね、朝晩ずっと、あれが看病してね、ほとり看病しとったからね。それからまあ、母も脳腫、あるいは放射能がうつったんかしらが、あれもね、悪い方、早く死んだんですがね、それで10日ほど、6日、7、8、9、10日の日に、10日の日にね、死んだ。うん、あ、弟さんが。うん、そう、亡くなった。でけね、その時にね、私はね、あれの友達がね、あ、これ中川さんにごって、あれが死なれてね、私はこれ葬式に行っとったんよ。そして帰ってみたらね、あれが死んだよからね。まあここからね、ここでもね、あっちこっちね、みんな死ぬな、うん、それでね、それで今度あくる日にね、それを焼きにね、あそこ行ったわけですよ、あの焼き場へね。そしたら焼くとこは一つしかないよね。そしてまあうちらはここのね、あの自治会のあれじゃからね、あれはまあ映画にその釜にね、屋根があって、あのちゃって映画にするようなとこ、あそこで焼いてもらったんだけどね。そしたらね、そこ行った途端にね、まあね、死んだ人の霊界が重ね上げてからね、二ところ、こっちとこっち二ところをね、あれですよ、あの 人が重なれて、焼きよって、うん、こういうことになって、あ、もう山になって一緒に、うん、ただ人をこうやって一人二人重ねて、その上三つさ、4人、5人、6人でね、10人ぐらいかね、一つ重なって固まって、そこで焼きよって、うん、それが二ところぐらいあるわけよ。そうやって煙がね、生きて臭いのね。そうしたらね、焼き寄るの、まあうちのもね、あの焼く上がるまであこでね、待ち寄ったわけよ。そしたら下からね、また第八でね、ここらのあの人がね、第八であこの、それまでにあの火傷したりなんかせられた人はみんな田舎へね、みんなあの連れて来ようちゃったんですよね。で、亀山小学校もね、いっぱいね、来とられたんですもんよ。うん、私はね、まあ、まで行かなんだがね、うちの母がね、生きよったんじゃけどね、そうじゃけど弟があんとんなきゃ、まあ、その日は行かなんだんじゃけどね、そうじゃけどね、まあね、それから次から次に待ち寄られたね、次から次にね、あの運ばれてきて死んだのがね。それで私はこうね、石垣があるんよ。で、石垣の上に、ね、石垣こうね、たくさんあるでしょ。その上で、ね、
そこおったらね、あの下から第8で送ってきてね、それからそこへ石垣の上パシャーと投げてね、死んだ人、それからね3人ぐらいこう投げて、そしてまだこっち焼けるのをまず待ってからね、次が泣けないけん、それでね待ちおったらね、それでちょっと見たら私のここ待ちおったらここでね、あの死んだ人をねあれしてね、2、3人そってこう見たらね、ちょうど日赤の看護婦さんじゃったよ、白いの着てね、あれこうなってて、ここよね、宇治川きゅう、ここ陽きゅうの宇治川きゅう、かわいそうにね。そしたら次から次にね、若い人がね、白いの着たのがね、うん、かわいそうになったがね、ほんと、そういう記憶はなくね、忘れられないですね。忘れん、あの、いまだにその、それだけはね、ちゃんとね、目に映っとるよ。かわいそうな、その看護婦さんとおっしゃって、それでね、焼いてでしょ、こう、ね、何人かついて焼いてじゃけどね、焼いてしもうたら骨があるでしょ、そじゃがそれをね、骨つあの粒骨粒があるんよ、いっぱい、それね、分けて入れてんじゃがね、それが誰の骨やらわからんでしょ、ね、誰の骨、それでも分けてからね、入れて、まあね、ほんまかわいそうな、あれはほんまね、